ほんならこれ次々と発想していきますね。発想じゃねえ、これは発展ですね。発展していくと、例えば今さっきの D やったらそのままね、D から G いく、できますね。ただだからここで発展します。それは例えば今まで解放も含めてこの G、 このフォームでね、人差し指と、薬指の A パターンやね、 A パターンでこれで、 B パターンこれですから A パターンね、それでの人差し指と薬指の組み合わせでのオーギュメントナインスやりましたけど、今度だから A、 よく使う A ね、これはでもこれ一緒やね、ね、これは一緒ですよね。ここでやったらで、こっからが発想ですね。なら、なんでやったら A で、これは A の3度と5度で弾いてるわけでね。だからほんならこれは3度と5度こっちじゃなくて3度と5度こっちにしたらええやないかと。そうなんですね。で次はでこうできたわけね。なら5度はこれはですからね。ほんならこういうふうにできるね。